改めまして、本日は皆様大変お暑い中にも関わりもせず、この栄えあるというか歴史深い中之島公会堂に、これだけのたくさんの皆様方にお詰めかけをいただきましたこと、そしてまた、先ほど来熱弁を振るっていただきました私のような若造に、一生懸命、政治評論家として大活躍で、特に週末お忙しくしていらっしゃる有馬晴美先生にお越しをいただきましたこと、有馬晴美先生、大阪とはご縁がないっておっしゃったんですけど、そんなことはありません。私の母親の名前は中山晴美と言いますんです。ですから晴美って聞くとなんか自分のお母さんのような気がして、有馬先生のアンパンマンのようなほっぺたを見てますと先生の優しさを感じておりますし、また有馬先生ご実家がですね、九州は長崎のご出身、長崎といえば大阪の私の祖母である中山政がまさに長崎六日祭りのある境内のあのほとりで、たもとで、神様から生を受けさせていただいたのが私の血となり肉となる原点でありますから、まさしく中山政か中山晴美かと有馬晴美かというぐらいで来てくださったので、本当先生ありがとうございます。で、同じく山本一太先生、すごいですね。やっぱ面白いですね。カーッとこう盛り上げるような、あの演説力というか、まあある方が麻生さんには、そうですね、ある方というか小泉純一郎総裁が昨日どっかで演説する中で、北海道ですか、私の神通力はもうないんだと言って小泉さんがおっしゃったと同時に、総理も権力だけじゃいけない、まあ最近は鈍感力もあるようだなんつって嫌味なことをおっしゃるような話もございました。で、また同じく後藤田先生、後藤田先生、今さっき山本一太先生新幹線乗って帰られましたけど、後藤田さんはなんと梅田の駅前から高速バスで明石海峡を橋渡って徳島まで帰ってくださって、また今日は徳島県人会で大阪の私の地元にご在住の方にもお声掛けいただいたということで、先ほど来石川市会の先生ですとか、後藤田正純講演会の地元の大阪の講演会長さんですとか、水野真紀さんも来てくださったらななんて、思いながら、一緒にこうやって応援をしてくださったことに本当にありがとうございます。高いところでございますが、今一度感謝と御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。お任せもありません。先ほど来、今日は週末ですから、私もギャルみこしの審査会、ちょうど大阪の北区天満宮の寺井宮司さんと一緒に出させていただいたり、司会の先生方も一緒でございました。それから、同時にこの先ほど来、私はこの会場でね、何を感じてるかというと、今まで私をずっと祖父祖父の代から、そしてまた私の代初めて応援してくださった方で、今ここに今日は来れない方々の魂の祈りっていうのをなんとなく体で受けておりました。今日も実はこの会場には旧日本海軍の出身の方、陸軍出身の方、空軍出身の方、そういった方の OB もおいてになられます。体は普段病院にいて病気で寝てたけど、今日のためにわざわざスーツに着替えて病室からお医者様の許可を得られてお越しになられた方もいる。で、私はこういう昭和20年8月15日日本が焦土を犯したところから復興再興させてくださった、その先人の皆様方に心から感謝をしております。そしてその日本人の魂の原点というのは、古くどこに立ち返るとあるかといいますと、他でもありません。聖徳太子の作られた11条の憲法、和をもって尊しを旨ともせ、人々はたむろあり、たむろというのは正当の党と書いてたむろと書きます。三人よれば人間は必ず派閥争いをするよ、2対1に分かれた時に胸襟を開いて仲良くしなさい。さっき仲良くなつって後藤田さんもおっしゃってましたけど、まさにその通りだと思います。それと同時に第6条、悪い者には悪いと言いなさい、いい人は褒めろと書いてあります。こういった原点から始まって、実は大正4年時1915年、実はこの中之島公会堂を自らの私財を100万円当時のお金で投げて
この中之島公会堂を建てられた方が実は岩本栄之助さんという立派な方がおられました。岩本栄之助さんというのは皆様もご存知の通り、実は株で大阪証券取引所で大儲けをなさいました。そして若くして渋沢栄一さんなんかと一緒になって第一勧業銀行を作った方ですね。渋沢倉庫とかいろいろあります。あの渋沢さんなんかと一緒に実はアメリカに使節団として海外研修に行かれました。その時岩本栄之助さんがご覧になられたのが、実はアメリカでビジネスマンがいっぱいお金を稼いだりする、そしてもちろん国に対して税金を納める、しかし同時に余った資材を公の社会資本ですとか公共投資ですとか寄付という概念を通じて自分が国のために何ができるのかという、そのチャレンジ精神をまさに開拓団が作ったあのアメリカ合衆国という異文化、多民族、多宗教、その国で彼は学習をして日本に帰ってきたんです。そして岩本栄之助さんは株で儲けた今でいうストックオプション、その稼ぎでもって100万円を寄付してこの公会堂を作られました。立派なもんです。素晴らしい。ところが同じく1916年、ちょうどここが施工が始まって、そして起工式やって工事が始まりました。1年後株がダーン大暴落をしました。株が大暴落した日、山本栄之助という経営者は自分の会社に朝出勤をしている社員に向かって、今日みたいに天気いいから、おいみんな今日はタケノコ狩りに行ってらっしゃい、会社は休みでいいよ、お話になられて、社員の皆さんは社長に遠慮しながら、いやもう社長よろしいんでしょうか、じゃあ社長ありがとうございます、ちょっと行ってまいります、社長の分もしっかり取ってきますからね、出かけていった。ところが岩本栄之助という経営者はその後自分で猟銃自殺をして大暴落をし、その損失を自分の結末という形で人生を終焉させました。1918年の11月17日この中之島の公会堂の完成を見ることなく、実は彼が命を絶ったんです。その後の話は皆様もよくご存知でございます。山本栄之助さんの奥様、そしてお子たちがこの公会堂の企業の社長礼夫人から公会堂の掃除婦としてこの公会堂を毎日毎日磨かれたという話を私は聞き及んでおります。この公会堂も私の選挙区であります。高速道路を通って国会から飛行場から痛みから帰るたびに公会堂に心の中で敬礼をする気持ち、なぜかこれは大阪の我々に対して岩本さんという方が社会に貢献しろよ、寄付という概念を通じて自分が何をしてもらえるかじゃなくて自分が国に対して何ができるのかということ、それをしっかり頑張れ、そしてまた商売人、大阪は商都だと、商人の街だ、しかしおごり高ぶると自分のようになるだろ、気をつけろ、その戒めを私はこの建物から感じるんです。なぜ税金を使って大阪市議会の先生方が一生懸命考えてくださってこの建物を保存してくださったか、